始まるぞ。早い、もう抜いてるよ。早い。マサイロ。カホはまだだよ。3位か。抜けんじゃねえ、あれ。おお、誰誰だ。早え、もう1位じゃん。カホじゃねえ。あ、違うわ。カホじゃない。誰も抜かれた。だって相手男だもん。誰だろう。カホじゃないね、多分。ハナちゃんかな。早い早い、いい勝負してるじゃん。頑張れ、いけいけいけ。やべえな、抜かれた。2位やったね。1位、2位で。すぐダボかや、まだかや。やばいんじゃない、これ多分この後だもん。あー、女の子じゃねえわ。一回も勝ったもん。そうだね、知らない。カホあれだってよ、高一の。トモヤ、うん、トモヤ抜いてくるよ。トモヤの姿が来ないじゃん、どっちか。あー、2位、サラのやつがいる。まだわからねえ。まだわからんぞ。マジ？本当だ。すごい。離せ。お、早い。すげえ。カオこれ抜かれたらやべえ。やべえ、次カオじゃん。頑張れカオ、頑張れ頑張れ。早い早い。いや、なんで人気少ない。早いじゃん。1時で終わるんだよ。大丈夫。すげえから。で、初め入れようなの。早い。トモヤが一気に話したね。カホも全然いいじゃん。詰められなんだでしょ。すげえじゃん。優勝じゃね。大丈夫だね。いけ。早い。いや、全然いいじゃん。強さがあるじゃん。優勝だこれ。頭ゴールしてるみんな見てる。何があっても絶対落ちる。もう半分ぐらい差ついてる。ユーネンも歩いても勝てるわ。トモヤが一気に離した。カホの前。トモヤ強かった。あれからどんどん離してるもん。あいつも諦めてた。
あー、いいなー。もうすげえ差だわ。また差がついた。3番目は帯広学校方面。まあ、すごいすごい。これは先生もおどけるわ。おどけるわ。優勝した。いつも優勝したんかな。したことねえんかな。初めて出てこんな優勝なんてすげえじゃん。もう間違いねえなこりゃ。こんだけ差がありゃ。転ぶいだ。偉い差がついたじゃん。もうちょっと縮まってきてるよ。マジ？そんなことねえぞ。いや、どんどん離れてる。50m まで入るそっからがあれだね、うちは。2年のあれも帰ってきて時間経ってたから。あれも9年だよね。4歳くらいだ。これも何もない。一周じゃん。もたんの。一周って何やってる？一周でした。でも大丈夫でしょう。あ、そうだ。それは大丈夫だ。37番は、みんな早い。何これで宿題なくて焼肉ってなんだ。これ浩司くん。よしラスト。いや本当優勝じゃん。一番綺麗な愛を持ってなんだろう。って言うけど、生まれた意味を知る。
線の先にたどり着いても新しい地平線が広がるだけ。もうやめにしようか。自分の胸に聞くとまだ歩き続けたいと返事が聞こえたよ。知らぬ間に増えていった荷物もまだ何とか背負っていけるから、君の分まで持つよ。だからそばにいてよ。それだけで心は軽くなる。果てしない歩きの果てに選ばれるものとは誰。光り続けんだよ。